おはようございます。本日の締めはこちら、星新一先生の地球から来た男です。ショートショート作品集です。他の本よりも一つ一つが長く、心情にフォーカスを当てた作品が集まっているような印象がありました。特に罪は必見。売れない画家が青年から罪を預かり、その罪に妄想を膨らませて絵を描いていく物語です。預かった罪への思いとその際、そして温かく読む余韻が心地よいショートショートでした。ぜひお読みくださいませ。